Welcome to Gundam Line. どうも、シルビです。さあ、行きましょう。三本気球ということで、まあ、最初、ネズミに一発使いつつ、いや、まあ、だけど、最初これ使うか。3を取れないっていう展開が一番やりたくないので、だけど、ネズミかな。この優柔不断がどういう決断を生むのか。右側ってチャンスがあんまないので、どういうネズミルートを取るかっていうところで限られてくるんですけれども、補給から飛んでちょっとまあマシケじゃないのでできることが限られてはいるんですが、拠点の奪取に成功、中央ルートかな。3は来てないですね、あんまりね。拠点を奪取、回収を優先させましょう。そんな動きでは生き残れんぞ。指揮官から指示が届いているぞ。ちょっとだけ、まあ、見られてたんでね、見られてたんでね、仕方ないし。不穏だな。まあ、回復の方がでかいからね。OK、 今いけなかったのは残念ではあるんですけど、まあ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 、核はだけどここを取っている関係で取れないはずなんで、ラッシュソックは出せないんで、南突かだけど、そうでもないですね。オッケー。カタリアンテ残ります。流れを変えるぞ、これは。流れを変える攻撃、これ。これは間違いなく。流れを変える攻撃ですよ、これは。やべえ。やばいな。やばすぎる。これ、一回飲んでしょ。すごいな。すごいものをやってしまった。これは。試合の流れを一気に、まあだけ気をつけなきゃいけないですね。核が来る可能性もないと言えないですからね。
隙はでかいんですけど判定が残るのでものすごい戦いやすいんですね。回収完了だ。判定が残るので当てやすい。ただし隙はやっぱりでかいです。バーってやった後にちょっと隙があって動き出せるんで、その代わりこいつビームコーティングを持っているのでコスト320でね、その辺も大きいのかなという気はしましたけれども、ね、非常に今素晴らしくですね、スーパープレイでございます。自分で言うのもなんだけどやべえなと思って、いや流れを変えてたでしょ、一人でどんだけ倒してんのって感じです。まあ、だけどそこに増長せず落ち着いて次の一手を打ちたい。ダウンポイント3っていうのも功を奏したのかなという感じでございます。ちょっとこう調子乗った、まあこうついていきましょう。こっからは、こいつはオーバーヒートするんです。しゃあない、こいつはオーバーヒートするもんです。コストがその程度なんで、コスト240なんで、まあ仕方ないです。よし、安定した？まだしてないね。いいですね、それは。バックエフェクトに見えない。あ、いい、修理は任せておけ。緊急来とるだ。うん、敵が突然ガンガン来てるんで、あとは核、ここまで差が開けばあとは核ですね。うん、本拠地に壊されない限りは大丈夫なレベルなんで、ここはちょっと様子を見て、ここに行くかここに行くかっていうのを決める感じです。ここでバーってここにたくさん引っかかってくるようだと南に来ているんですけど、中央って感じですよね、これね、数としてはね、中央ですね。そっちルートミスったか。上から踏まれてる？下でしょ、下から踏まれてる。これ踏まれるのはまずいんで下から行きましょう。あ、だけど処理したか、処理した感じですね。あ、今撃ったんだけどな、2発目ね、榴弾撃ったんですけど、うまく出撃する機体を選ぶがいい、出撃する地点を決めるのだ。ここに大量にいるから何、あ、だけど言ってますね、素晴らしいですね。あー、行ってる、あー、だけど壊せた、ちょっと多いですね。これちょっと様子を見てるんですね。
ルートがないかな、この辺にいるんでこっちからも行きづらいし、かといってこっから通るにもここもいるし、でじゃあ南っていうのもこのマップ南、うん、行くんだったらここをご利用ししていった方がワンチャンあるなみたいな。この後ちょっと3が引けると思うんで、ここが3、この上どうしますかな。はいはいよ。失敗した。あと角ですね。まあ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 、いやどういうルートか迷ったんですけど、ここ湧いてたでしょ。でこっちもルートとしてこうだから、まあここかこっちかなっていうので手薄になりがちなこっちに行ったんですけど、まあ入る可能性が高いんでね、広いんでかわせるっていう意味から狙ったんですが、まあちょっとうまくいかないですね。まあそういう時もある。あえて入ってこない中に、外で戦われるのこいつ嫌なんですけどね。なんせ外で戦うとでかいんで、そのままデメリットでしかなくなる。来ないだろうな、この感じだと。来るとしたら書くかなっていう。素晴らしいですね。ちゃんと見えてるね。各で全力、あとは次北ですかね。ナイス、今タイミングいいタイミングですね。この後3補給来てももうもはや遅いんで、このゲージ3を取ったところで何もならないから、もうこのゲージ3はね、もうまくれないんで。ゲージがねえ。
残念。3来たところでどうにもならないと思うんですけどね。3からの次の一手、いや、あ、マジか。まあ、3を取った後にネズミとか各中央という感じでしょうか。で、あそこで地上を使っていたので、南角、やっぱり角か。どこに、あ、そんなところで角見つけた。もうこれで、これでほぼ勝ち。倒せ、壊せ。地雷が余った、今当たってないんじゃないの。あそこで核を明かしたのでかいね。的確なくしちゃった思わず読んでしまったこれはもう、ほぼこれはもう勝ち確に近い感じですね、うん、素晴らしい。いやー、いい機会です。ハマると超楽しいですからね。ハマるシーンってそんなないですけど、また、まあ、じゅんぐりと。おっ、あ、マジかよ、うっそ。あー、いいとこまで行ったけど、ちくしょう。いやー、踏ん張れるよ。ちょっとだいぶ慣れてきましたよ、ガタティに。だいぶガタティに慣れて、いやー、頑張ってますね。諦めずに、素晴らしい。拠点の防衛を優先。連邦に触れてやるものなど何一つない。だいぶね、安定してきたかなーっていう感じですね。プレイングに、まあ、相当そろそろレベルなんで、これでマッシュ消しようかな。次ぐらいでレベル7ぐらいなんで、まあ、マッシュ消しようかな。強化月間だしマッシュ消しようかなって思ってますね。まあいいでしょう、あいつだったら使う機会絶対多いですし。やめて、ダメです、それは。ダメです、それは。あと20秒待とう。まあ、今回素晴らしくてよかったよかった。まあ、もう核は出ないんで、あとはもうネズミで、うん、っていうレベルですね。もう核は出ないです、あそこで割れたら。まあ、出たとしてもギリギリもう届かないラインでとかっていう感じですね。
お前がこかすなら俺もこかすぞみたいな。あ、嘘、これ判定いうことでしょ。あれは判定があって当たるんですけど。オッケーオッケー、 GG です。とても楽しい。いやプルプル最近楽しいですね。なぎはれーっていう。まあだけど、うん、平所のみですね。開けたとこはもう全然ダメです。ちょっとだけ殴れたかなって。ちょっとだけ殴れた。あ、そうか、うん、入った。少し入ってたのか。あ、そうか、あ、B ね。ちょっとだけ、はい、そんな感じでございました。まあまあ目が合った、楽しかった、すごい楽しい、楽しい展開でございました。いやー、ちょっと超楽しい。あれ、あ、ちょっと、おっしゃ、止めたぜ、ここここターニングポイントって。あそこで、あそこで3を維持できたのでかいですね。めちゃめちゃでかい。そのまんまそれが勝敗に直結したのかなという感じはしました。ああいいですよ。平所でのみ輝く機体ですっていう機体もいるということですね。まあバイカスも似たような、連邦だとバイカスや、さっき言ったちょっと隙はこれ隙、いやだけど同じようなことはできるんですけど、コストの差で格闘能力が低めなですね。クーエルとかね、まあ隙はあるんですけど、結局あいつも隙はあるんで、プル2も、良い働きで、そんな感じでございました。それでは今回ここまでです。最後まで見てくれてありがとうございました。また次回シルビチャンネルでお会いしましょう。シルビでした。